こんばんは、グレイの久志です。いや忙しかった今日は。というか皆さん見ましたか？見た？見てない？そろそろ情報ネタバレ解禁ですよ。でもまだ見れてないって方もいるので、ぼんやりとした会話をしたいなというふうに思うんですけども、まあ、新エヴァンゲリオンの話なんですけどね。実は今日先ほどまでですね、グレイの収録をしていまして、ちょっと前に帰ってきたばっかりで、まあ、準備とかバタバタしながら今に至るんですけども、ごめんなさいね。本当になんかいろいろとやるやる詐欺みたいな感じになってしまいましたけども、令和3年3月の20日ですか、明日からね、緊急事態宣言が1都3県で開けるのかなっていう感じで、浮かれていますね、なかなか。どうして先ほど収録を終えてなぜギリギリになったかというとですね、皆さん大丈夫でした？地震ありましたね、6時過ぎに。ちょうど僕らの準備してる時に地震があって、ちょっと押したんですよ。それで余裕でなんか配信できるはずが、結構さっきみたいなバタバタな感じになってしまったんですけども、2021年に入ってからね、また余震というか地震がありますけども、皆さん10年前を忘れずにですね、万全な備えというか。でもね、僕もね忘れちゃうんですよね、やっぱり時間が経つと。ちゃんとやっぱりね、備えというか、そういうことをいつ来るかわからないしね、まだ気をつけておきたいなというふうに思えるような最近というか今日でしたけどもね。本当沿岸の方とかね、津波とか本当に心配だと思うんですけども、気をつけて2021年も過ごしていきたいなというふうに思うきっかけとなりました。はい、そんなね久々の収録があり、汗だくだった。さっきまで2021年一番汗かいたね。でも楽しいですね、やっぱり演奏は。なんかコロナ禍入ってコロナ禍入ってというか、まあ1年以上経ちますけども、エンターテインメントの可能性というか、そういったものが日々変わり、音楽の届け方もみんなそれぞれでいろいろ試行錯誤しながら、本当に届けたいという気持ちが伝わるエンターテインメント界だと思っております。なのでグレイも、グレイなりにですね、エンターテインメントストライクスバックというねテーマを掲げて、来週ですね配信ライブがありますけども、初回はリーダーの先駆けシャイニングメンというねタイトルで行なります。リハなんかもねずっとやってて、久々の演奏できて、なんか楽しい日々を送らせていただいておりますけどもね。本日は久志 TV ザライブシャープ21スイートリベンジというねタイトルでお送りしますけども、言うなれば前回のリベンジですね。それはまあマイケミカルロマンスのアルバムタイトルとを引用しまして、スイートリベンジというタイトルで今夜お送りしたいなと思います。ちょっと日を1週間追いましょうか。前回ね、久志 TV やった時は新エヴァンゲリオンのね旧同時視聴作戦というね Amazon プライムの YouTube の方でお送りする直前だったんですけどもね、夜中ね12時から冒頭12分のね映像を見る前の煽りとして久志が参加したんですけども、東野さん、トリンドル・レナさん、そして向井さん、皆さんもさまざまな分野でアニメだったりいろいろな文献に詳しい方々と一緒にお送りしたんですけども、そんな同時視聴作戦を行いですね、次の日私ツイッターなりいろいろアナウンスしておりました。予約したよっつって見に行きました。新エヴァンゲリオン155分というね大作になりましたけどもね、先ほども言ったけどまだまだちょっとネタバレするのは早いのかなという感じもありますけども、その冒頭12分のねパリから始まるオープニングだったりとかありましたけども、僕はどんな気持ちで見たかというと、やっぱり清算というか決着というか、この26年間の呪縛ですよね、エヴァの呪縛と言われてますけども、それをね決着をつけに来たみたいなねおじさんたちが多かったなという感じはすごく印象を受けますね。でどこまで言えるのか分かんないですけど、僕個人的にはテレビ版25話26話というね非常にエヴァンゲリオンの中でも意味のある2話の現代版、まあ後でエヴァンゲリオン話するんですけど、そしてですねグレイはですね TBS 音楽の日こちらにね出演させていただきました。3月11日というね10年を迎えたその日に宮城仙台からねグレイの気持ちをお送りできたということを非常に嬉しく思いました。皆さんありがとうございました。そしてですね実は帰ってきまして、私ねセンスないですね、本当に大風邪をひきまして今のタイミングで風邪とかダメじゃない普通に考えて。
まあちょっと遡るとですね、去年の2月のベネチア帰ってきたタイミングでも僕風邪ひいてるんですよね。体調崩してトランジットでドバイとか行っていろんな人がいるなっていう中で、まあコロナっていうものもあんまりみんながこう理解がまだ必要に届かない時にの風邪だったんで、まあ大丈夫かみたいな感じだったんですけども、まあそういったタイミングで PCR 検査を受けまして、抗原検査とかも受けました。俺はセンスがないね、風邪をひくセンスが。仙台から帰ってきて、実はね非常に僕が楽しみにしている仕事があったんですよ。まあちょっと音楽とは違う感じだったんですけども、その仕事を楽しみに僕は仙台から帰ってきたんですけども、帰ってきておやおや、なんか変な感じがするなと思って体温計で測ったら37度ちょっとあって、ああ大丈夫かなと思って、そしたらやっぱり病は気からというかですかね、どんどん不安になってきて、なんか熱くなってきたんですよ体が。でもう下がれ下がれと思いながら測ってきたら 38.5、 次測ると6、7みたいな38.7 ぐらいまで。あれ映像落ちた？少々お待ちください。なんだこれは。これちょっとね、わかんない、またこうなるかもしれないけど、できるところまでやるね。あ、そう、風邪だったんですけども、まあその仕事を残念ながらキャンセルしましてですね、ああ本当に俺は風邪と天気のセンスがない。そしてですね、先週はずっとリハーサルなんかをやりながら今日に至った。今日に至ったっていうとなんか変だな、変な感じになるな、な感じなんですけども、ちょっとここでね、最近気になった、前回もやりましたけども、ウェブネタなんですけどもね、皆さん見ましたか、BBC のニュースで子供たちが乱入してくる、乱入というか映り込んでしまうというね、オンラインでの可愛いやり取りっていうのがねあるんですけどね、ちょっとそちらの方ね見てほしいなと思います。まず一人目が、これ入り方最高ですね。そして二人目の入り方も、下の子の入り方最高ですねこれ。そしてお母さん来ます、最高の入り方ですねこれ。多分オンエア見ながら見てたんでしょうね。でこのね、はけ方のねグダグダ感も最高なんですよ。なかなかうまく抜けないこれが。で扉を閉めるお母さんの最高な閉め方っていう俺最近の中でちょっと割と久々のヒットというか、いいじゃないですかこういう微笑ましいなんかミス、まあミスを笑うのもナンセンスなんですけども、こういった微笑ましいこともあっていいのかなというふうには思っております。エヴァンゲリオン、新エヴァ見た後に僕すごくどういう気持ちになるんだろうと思って、あ、またダメですね、ちょっと待ってね、設定変えるからね。はい、ごめんなさいね本当にドタドタドタしてて、どこまで話したっけあ、そうだ、でエヴァンゲリオンを見てモヤモヤして、なんかすごい感動したし、まあでも初めての感覚でしたね。でですね、夜中に私気持ちが爆発したんですよ。それで、でその爆発の仕方が私のデザインに反映したんですよ。まだエンターテインメントストライクスバックスボリューム1やってないですけど、レッツオンアスボリューム3のデザインの方に、それがエヴァンゲリオンっていう最後の作品を見た私の気持ちがそちらの方に行ったんですよね。それがねこちらです。こういったデザインをしましてですね、私いろいろとこうレッツオンアスのグッズを作っていくんですけども、まあこれがツアーグッズに落とし込めるんですけども、この下を見るとですね、こういったデザインになるんですけども、これやる曲だね。はい、というわけで僕のエヴァンゲリオンの熱というか気持ちがこういった作品にもなったというね感じです。そしてもう一つね、スパイクレコーディングスからグッズがリリースされます。こちらです。これモバイルスピーカーなんですよ。よくないですか、なんかちょっとホイールっぽくもあるし、でこれ防水なんですよ。防水感がここにありますけどね、シャワーしてる時もこういうところにかけられて聞けるっていう、そんなグッズも作りました。やっぱこのね、マットブラックと白ってデザインいいですよね。なんかほんとホイールっぽいな。こんなアイテムもリリースします。そしてちょっと見えたところで言うと、最近買ったものなんですけども、ツイッターで言ったよねこれね、エルガトのストリームデッキ、完全にネタバレになりますけどね、
さっきのね BBC のネタだったり、レゾナンスとか、いろいろと、まあ、オープニングとかありますけどね、ちょっと前に持ってたあのこっちのエルガトですね。これだと6つのキーなんですよ。6つのキーで、例えばここをフォルダにするとフォルダに階層が上がって、そこでまたいろんな効果ができるんですけど、それじゃ足りなくなってきて、これ使ってるんですけど、めちゃくちゃ便利です。これ例えばそうだ、ちょっと発表があるんですけども、私久しですね、実はなんとリバーブを使えるようになりましたみたいなね。ここにリバーブとマイクっていうので、 OBS でマイクを2つ2チャンネル立ち上げて、でそれのオンオフでこういった声にもなるようになりました。OBS スタジオですね、非常に便利な機能がありまして、各トラックにこうフィルターだったりエフェクトがかけられたり、それがVST というね、プラグインで、無料のプラグインもあるんですけど、そういうのが音にかけられたり、まあ大体使うのがコンプレッサーとか、そういうゲート系だったりノイズリダクションだったりとか、なんかすげえ斜めってるような気もするんだけどな、これだけ。まあ、そんなストリームデッキが進化しましたという話です。あとね、プロファイルを変えると、例えばこういうものがイラストレーターに変えるとこんな感じになったりとか、まあファインダー使うときとか、クロームで使うときとか、 YouTube で使うときとか、まあいろいろとこう昔からあるその USB のコントローラーなんですけど、たくさん今まで使ってきたんですけど、やっぱストリームデッキはすごく優秀だと思いまして、今ねこういったものをアップデートしております。そしてですね、あそうだ、ジョーマローンまたね買っちゃったんですよ。こちらポメグレネート、これのコロンをね買って、うん、これですね、前回紹介したこれですね、これのコロンバージョン、あーいい香りを買いまして、あとね最近ちょっとねびっくりしたというか、こちらですね、いわゆるそのマグセーフ、これ iPhone 12 mini ですね、をこうつけられる。で、アップルウォッチ、私使ってますアップルウォッチも入って、さらにこの AirPods Pro 今使ってますけど、それのケースがここに乗って充電できるというね、ベルキンの 3-in-1 みたいなやつなんですけど、めちゃくちゃ便利ですねこれね。ただね、やっぱり AirPods Pro だけ浮くねしろって、まあいろいろ今ケース売ってますけども、とにかくこのマグセーフが素晴らしい、横になったりするんですよね。これメムミですね、前回紹介したこちらのね 0.3 ミリのケースをつけて、まあ大丈夫なぐらいかな、全然大丈夫なくらい、まあもちろんケースなかったらピタッとつくんですけど、もう全然これでもうずっと充電できますからね。これはね本当にいい買い物したなという、まあ発売されてからちょっと時間経つんですけども、ちょっと値段もねするんですけども、こういったものを使っております。そしてですね、とっちらかるな俺な、さっき紹介しろよこれは。僕が大好きなストリートアートの話をしたいんですけども、インベーダーバズヒアというね、インベーダーはここにいたっていう直訳するとそういうことになるのかな、多分ね、都内に住んでる方だったら見た方も、あそれ知ってるみたいな人もいると思うんですけども、言ってみればこんな感じです。ちょっとね、写真を何枚か、これがヨーロッパ圏で確認されてる とかそういうやつで、まあこういうドット絵を貼るっていうねアートなんですよ、ストリートアートで。これはもう日本のパーキングで、まあ、ジンガー Z になってますよね。これもパーキングだからそうですね。でこれが代官山の交差点の歩道橋にあるインベーダーで、まあ法律では禁じられてますね、そういったバンクシー的なアプローチっていうのは。なのでよくはないんだけど、僕がすごく好きで、うちの近所とかにもあったりして、あいつ来たんだろうみたいな感じで、まあすぐに剥がされてしまいましたけども、そんなねストリートアートのインベーダーワーズヒアというね、アーティスト誰だか もちろんわからないんですけども、今アプリも出ていて、写真を撮ってそれをアップロードするとそれは本物かどうかみたいなことを確認できるアプリとかもあったりするんですよ。なのでまあ例えばニューヨークとかね、そういったこうストリートアートとかがすごくたくさんあるようなところで活躍したりとかしているようなアーティストです。インベーダーワーズヒアの紹介でした。
エヴァンゲリオンの話をしたいんですけども、エヴァンゲリオンが終わりましてですね、まあ僕的にも決着がついたなという感じはありますけどもね。まずあの出会いなんですけども、95年のテレビ放送で始まりましたテレビシリーズの新世紀エヴァンゲリオンなんですけども、当時僕らはですね、多分スピードポップツアーっていうね、あの初に近いぐらいのツアーをやっていまして、そんな背景なんですけども、それでどこでハマったかというとですね、僕あの1997年の深夜に再放送が行われたんですよね。そこでエヴァンゲリオンハマったって人も少なくはないと思うんですけども、そこからもう急にこんなに面白いアニメが今まであったんだということでハマりましてですね、最初はまあ皆さんご存知の方も多いと思いますけども、普通だったんですよテレビシリーズ。非常にこれ尾形めぐみさんとね、あの対談した時も言ってたんですけども、最初なんか普通だったんだけどねみたいな感じで、青春群像劇というか、ロボットを介しての少年少女たちの活躍というね、まあ言ってみればそのガンダムとかにも通じるような、何も知らない子供たちが戦場に駆り出されるみたいなね、そういった背景があるんですけども、まあ途中からやっぱり変わってきましたよね。非常になんか雲行きが明らかに変わってきて、僕がやっぱり強くしたい、この前回もね、あのバーベキューの時持ってきましたけども、この最終回のね25話26話そしてこの旧劇場版のエア、そして真心を君にというね、当時非常に話題になりました。で、先ほども言った通り、あの深夜番組エリオンはカオル君亡き後の世界を描くということで、この25、26の新たなその庵野監督だったり制作陣の解釈だと思って見に行って、もうなんなら心臓叩いていったからね、どんなものを見せてくれるんだろうと思って。で、 YouTube でもね、あの情報解禁されてる動画なんかもありますけども、あそこでやっぱり驚いたんですよね。なんかこう庵野監督の表現方法がここまで変わるとは、というか僕らもやっぱり年を取っていろいろなことを知り、いろんな場面に出会い、僕らも変わっていると思うし、あの頃とは違うと思うんだけども、なんかすごく遠回りしながら庵野監督と一緒になんかこう最後を届けられた、届けさせられたみたいなね、そんな感じであの見終えて非常に清々しい気持ちになって、これ見た人誰も文句言わないんじゃないかなぐらい最後になったんじゃないかなと思っております。なのでいろいろな葛藤だったりとか、その自分とのエヴァ論が違う感じとか、そういうものでいろいろと遠回りしたけども、すごく素敵な作品を見させてくれたなっていう、終わりよければ全てよしっていい言葉ですよね。本当にもう大喧嘩しながら最後何事もなかったように庵野監督ありがとうみたいな感じになってるような気もしたし、エヴァンゲリオン好きな方にとっては報われないキャラクターだったりとか設定だったりとか、そういうのもあったかもしれないですけども、でもなんか全てに終わりがあるという観点でいくと、僕はもうこれ以上ないっていうぐらいのシーン、最後でしたね。深夜エヴァンゲリオン素晴らしかったです。本当に庵野監督、そして全てのスタッフの皆さんね、本当にありがとうございますと伝えたいです。はい、そんな僕のエヴァ26年史が終わりました。僕の、そして皆さんのねうわー、これやるか今日やめようか。また前回さらに次回にと伸ばしてきた企画もさらに次回に伸ばしたいと思います。こんなうまくいかないと思わなかったからな。じゃあ演奏します。今日演奏する曲はハイトダイヤモンド、そしてレビューに収録されている、グレイのアマチュア時代からの、インディーズ時代っていうとかっこいいけどね、アマチュアからの代表曲、キッシンノイズという曲を今日は演奏したいなと思うんですけども、まあコンサートの中でもね、頻度高いですね。なかなかこう古い曲とはいえ、まあ古く言うとバーストだったりとか、千のナイフが胸を刺すだったりとかぐらいかな。そんな中でもやっぱりね、グレイがその東京のライブハウスが出てる頃、結構アンダーグラウンドな音楽が多かったんだけども、その中でドメジャーな曲をやっているグレーのこのキッシュノイズという曲は、まあそういったあの取り上げられ方もしたんですけども、まあ非常に今聴いてもね、ポップだしアバンギャルドだし展開も多いしみたいな感じの楽曲になっております。弾いて終わろうか。リベンジできてねえな俺全然。また今日もビクターのヘッドホンでモニターをしましょう。あ、今日あれですね、アンチソーシャルクラブのビッシュバージョンです。今日は、ゼマイティス神田紹介モデルを持ってきました。こんな感じか。
で今日はですね、プラグインを使ってますね。フラクタルとかそのケンパーとかではないプラグインを使っています。11というね、プラグインです。でそうだ、やる前にちょっとね、これレビューのテイクだよね。こういうね、OK があるんですけども、ワンコーラス普通に終わりますよね。でその後ですよ、こここれ打ち込み俺かな、全く記憶にないんだけども、でもなんか久しっぽいんですよね。まあこんなことも当時はやってたのかなっていうのがあり、であとはね、チップスで言うと最初のね、ここでテルがグッドラックって言うんですよ。聞いてみる？これが当時ね、アマチュアの頃ライブハウスやった頃に友達に言われるのね。なんか頭でさ、グレイって言ってる曲、あの曲いいよねって言われて、いや違う違う違う、バンド名言わないじゃん曲で。あれグッドラックって言ってるんですよ。まあ何がそうさせたか、テロの滑舌なのかわからないですけども、長く言われたあのグレイって曲いいよね、グレイっていうタイトルみたいな。そんな曲作んだよ。そんな感じで、あとはそうだな、イントロのフレーズが珍しくこうサビのメロディーをギターで弾いているっていうところかな。あとはすごくスタンダードな楽曲となっております。で緩急もついてて非常にドラマチックに聞こえるのではないかなというふうに思うので、じゃあ早速弾いてみましょう。最初はハーモニクスですね。
はい。という感じです。特筆するとまず G 行った後に B に行くんですよ。でも B でもこの F シャープの音を弾くぐらいかな。そんな感じで本当に皆さんこれね、なんか全然リベンジできてなかったですね。しかもなんかカメラもちょっと斜めだし、気になるなこれ。そんな感じでございましてですね、あの久しぶりのライブシャープ21をね無事終えました。もっと頑張るわ。伸び伸びになってる曲もあるし、でもまあ今日言いたいことは全部言えたかなという感じもしています。どうでしょうか。してますね。はい、大丈夫です。はい、というわけでですね、久しぶりのライブシャープ、22がですね4月の3日はですね、どうしようかな、何やりましょうかね。まあ、とりあえず自宅ではないっていうのがもうはっきりしております。はい、まあ、久しクオリティこんな感じです。まあでもね、配信の方はネットワークの方はね、なんとか前回よりは進化したんじゃないかなというふうに思っております。そしてですね、来週の27日にはグレイ流のエンターテイメントストレックスバックスというね、あのタイトルをつけまして、タクローリーダープロデュースの、作詞がけシャイニングメンというね、あのタイトルで配信ライブを行います。そちらの方もね、ぜひ楽しみにしていてください。投資チケットとかもね、今発売していますんで、そちらの方もぜひ見てくださいね。で4月の3日に久しぶりやるんですけども、どうしよっか、またラバーソウルの屋上でやろうか。そろそろ暖かくなってきてるしね。どうですか皆さん。あ、でもスタジオ B2 っていうのもありだけどね。まあ家ではないどこかで久しぶりやりたいなと思っております。今日ちょっと内容薄くなかった、大丈夫だった、休憩多かったからな。次回ね、ちゃんとした配信ができるようにさらに勉強して精進しますので、久しぶりこれからもよろしくお願いします。ちょっとね、巻きで終わりますけども、明日からね緊急事態宣言が明けるっていう場所もありますけども、皆さん本当に自分を守る、家族を守るとかね、そういった気持ちをやっぱりどっかで忘れずに、春の行楽なんかも楽しんでほしいなと思うし、絶対雨降ってほしいなと思っている方には久しを呼んでほしいなというふうにも思っております。行楽でいうと、まあ、車の関係の話も最近全然できてないし、そういうこともねやりたいから、あ、だ次回はちょっとどこって限定しないで、またロケみたいなことやりたいな。家2回続いてね、ごめんね、なんかね絵代わりしなくてね、うん、なんかそういったロケ的なこともやってみたいなっていうふうにも思うので、どうですか皆さん。でも結構みこむくんと函館にロケ行ったりとか、急に行ったりとかしたのもあれも面白かったしね、そういうのもやってみたいなっていうのはありますけどね。ちょうど4月はレゾナンスぐらいしか入ってないから、いや、もっと入ってるわ、まだあるわ、たくさん。とはいえ割と余裕がある感じが3月に比べるとするので、ロケなんかやってみたいなっていう感じはしますね。ごめん、今日はねみんなの声を聞く、これぐらいしか最後できないわ。
さて聞くぞ。ちゃんと BBS も BBS っていうかもうチャットもね立ち上げてるからね。どれを見るのが正しいのかな。すげえ流れだな。ゆるキャンいいですか。あ、アレックス2台出してドライブしますか。じゃあ、あ、ギターストラップね。あ、そうだ、ギターストラップもやってないしノベルティもやってないし、あ、そうだ、これ今日の PCR 検査の結果 見せるの忘れたしね。2回やってます僕。うん、ドライブか。ドライブのね、生配信ね、リスク高くて緊張するんだよね。失敗できないじゃない今のご時世。オープニング覚えてるねみんな。そう、オープニング曲なんか2020年でなんか終わった感じあるけどね。言い訳していいですか。オープニング曲の元ネタってあのラバーソールにあるんですよ。あのいわゆる B2 ね、あそこにあるから、それをまあ書き出して持ってくればいいんだけど、それがずっとラバーソールにあるから手をつけないって話だけです。屋上でやるか、またラバーソールテラス、テラスハウスですよ。なんならもう、あ、屋上いいですか、やっぱり。あ、でも屋上でやるとなるとね、あの僕が本当に愛してやまなく泣く泣くこう閉店してしまったあの恵比寿の三越がね、肉が買えなくなりますけどね。あ、ドライブかラバーソールテラスになってるね今。まあ選択肢がそんぐらいしかないからか。ゲームやるかまた。あ、なんか全部中途半端だね俺やることなすことね。まあじゃあその選択肢の中をなんか一つに絞るということで、久し頑張りますんで、また次回もあのこんな感じですけども、ぜひ最後までお付き合いください。お願いします。すいません、ちょっと今日はね、あのいろいろバタバタして弱っています。じゃあもうちょっと読もうかね。モンハン、あれモンハンってリリースされた、ライズか、これはポケモンバージョンだ。ライズってリリースされたのかな。もデモバージョンはねダウンロードしてますけども、フォートナイト、スプラ3出ますね。そういえばね、来年楽しみだな。あれマリオもなんか新しいの出たよね。マイクラ、エイペックス、フォールガイズね、あの僕この前買ったあの NEC か Steam の中に入ってますんで、 PUBG とか入ってますんで、フォールガイズもやりたいな。フォールガイズそういえばスイッチバージョン出るよね。モーニングルーティーンマリオカートね、サイバーパンク2077買いましたね。全然やってないけど筋トレやってますよコンスタントに。まあノスタルジー系ゲームもねありだけどね。そうだね、もう一回マリオやるか。じゃあいつか、もうなんかルーティーンやってる時とテンションが全然違うよね今こうチャット見てる時って。テトリスね、テトリス99、あ、それやってみるのいいですよね。こんな感じかな。そんな感じで、まあ今まであの私が失敗や成功してきたことを何らかの形でまたあの次回成功させたいなというふうに思っております。こんなグダグダな配信ですけども、本当に最後までご清聴ありがとうございました。次回は4月の3日にお送りしたいと思っております。その前にね、あの3月の27日にグレイの配信ライブの方ぜひご覧ください。お相手はグレイの久しでした。また2週間後、ごめんね本当に、ありがとう。